マディソン軍は、アメリカ合衆国愛を和州に位置する軍である。軍名は、第四代アメリカ合衆国大統領、ジェームズ・マディソンにちなむ。2000年現在、人口は14,019人である。軍庁所在地は、ウィンターセットである。ウィンターセットは、ジョン・ウェインが生まれた町であり、多くの屋根付け橋で有名である。それらの橋は小説及び映画、マディソン軍の橋で、 呼び物となった。アイオワ州内でも上位の観光スポットとなっているフランチェスカの家は、この映画の撮影のためにウィンターセットに建てられ、今日でもそのままの姿で保存されており、小説、映画とも公開から10年以上経過した後でも、全米はもとより世界から多くの見物者が訪れる。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積1456、 平方キロメートルである。このうち1453平方キロメートルが陸地で、3平方キロメートルが水域である。総面積の0.21%が水域となっている。2000年現在の国勢調査で、この軍は人口14,019人、5,326世帯及び3,925家族が暮らしている。人口密度は10。 平方キロメートルである。4. 平方キロメートルの平均的な密度に5661件の住宅が建っている。人種構成は白人98.57%、アフリカン・アメリカン0.09%、先住民0.27%、アジア0.18%、太平洋諸島系0.02%、その他の人種0.19%、及び 根結0.68%である。人口の0.75%はヒスパニック、またはラテン系である。住民は27.10%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が6.90%、25歳以上44歳以下が27.40%、45歳以上64歳以下が23.40%、 および65歳以上が15.20%にわたっている。中央値年齢は38歳である。女性100人ごとに対して男性は97.40人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は93.10人である。 世帯ごとの平均的な収入は4万1845米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は4万8289米ドルである。男性は3万1126米ドルに対して、女性は2万4095米ドルの平均的な収入がある。一人当たりの収入は19357米ドルである。人口の6.70%及び、 家族の4.60%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の6.60%、及び65歳以上の10.40%は貧困線以下の生活を送っている。マディソン軍の橋の舞台にもなった、ローズマン、ブリッジ・マディソン軍は、屋根がついた橋で有名であり、6本の屋根付け橋が現存する。小説 マディソン軍の橋及びその映画化作品にも登場した。ありがとうございます。